みょうがを茹でるな。この動画では食材の美味しくなる使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。みょうがは特有の爽やかな香りとほのかな苦味があります。特に夏の食卓ではみょうがの爽やかさが食欲をそそります。生のまま薬味として使ったり、酢の物や天ぷらにしても美味しいです。うどんやそばの薬味、寿司や刺身の付け合わせとしてもよく使われます。みょうがには消化を助ける成分や食欲を増進させる効果があります。また抗酸化作用があり、健康維持に役立つとされています。古くから薬草としても使われてきた歴史があります。今日はこのみょうがの下処理の方法と食べ方を紹介します。それでは参ります。まず選び方、色が鮮やかでツヤがあるものを選びます。触った時に硬くてしっかりしているものがいいです。茶色く変色している部分がないか確認をしてください。流水で軽く洗い、表面の汚れを落とします。ボウルに水を張り、みょうがをつけてさらに洗います。数分間つけた後、手で優しくもみ洗いをします。切っていきます。みょうがの根元の部分を切り落とします。硬い部分を取り除きます。外側の皮が硬くて色が悪い場合は取り除きます。みょうがを縦半分に切ります。冷水に浸します。切ったみょうがを冷水に浸します。これにより余分な苦味が取れ、シャキシャキとした食感が引き立ちます。冷水に10分から15分つけた後、ザルにあげて水気をよく切ります。キッチンペーパーでみょうがの水気をしっかり取り除きます。この後は使い方に応じた切り方をしていきます。みょうがはいろんな料理に使えるため、用途に応じた切り方をします。薬味として使う場合は細かく刻んでください。繊維に対して垂直に切っていきます。またサラダや漬物にする場合は繊維に沿って細切りにします。厚さは1から2ミリ程度の薄さが理想的です。薄ければ薄いほど漬ける時間が短くなり、味が染み込みやすくなります。薄切りにした後は冷水につけます。冷水に5分から10分つけた後、ザルにあげて水気をよく切ります。今日はこの下処理をしたみょうがを使って漬物を作ります。ポリ袋にめんつゆ2倍濃縮を 50ml、 酒大さじ1、砂糖小さじ1を入れて、お砂糖が完全に溶けるまでよく混ぜます。薄切りにしたみょうがをつけます。みょうがが全体に漬け液に浸かるように調整をしてください。冷蔵庫で一晩以上漬け込みます。味がしっかり染み込むには1日から2日程度が必要です。これで出来上がりです。食べる際は冷蔵庫から取り出してそのままお召し上がりください。漬け込んだみょうがは冷蔵庫で1週間程度食べることができます。ご飯のお供やお酒のおつまみ、サラダのトッピングとしても最適です。みょうがは切ってから時間が経つと色が変わりやすいので、できるだけ直前に下処理を行うことをお勧めします。冷蔵保存する場合は切らずにそのまま保存袋に入れて野菜室で保存をします。ぜひ美味しいみょうがをお楽しみください。本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。